10の豚です。9のペアです。まあ、この土壇場ですごい手が来ましたね。おめでとうございます。イカれてやがる。豚にいくらかけたんだこいつ。2ってことは結局マイナス1000万円か。まあいい、この程度なんとでもなる。それよりもこの女が逆らったことの方が問題だ。 二度と反抗する気も起こらないよ。ぐちゃぐちゃにしてやる。皆様お疲れ様でした。全10ターン終了です。これより結果発表に参ります。栄えある1位は早乙女メアリ様、獲得額は1億6600万円です。2位つぼみななみ様、9200万円。3位ジャバミユメコ様、7400万円。 4位、日渡り純様、5800万円。待ちなってるぞ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、ボケ。結果に間違いございません。ふざけんな。俺はジャバミチップを5枚持ってる。これだけでも5800万なんて余裕で超えてるんだろうが。早乙女さん、あんまり笑っちゃかわいそうですよ。 運も良かったですが、早乙女さんの演技力も見事でしたよ。そう、ありがとう。まだ気づかないわけ？計算してみなよ。額がぴったり入れ替わってるチップがあるっしょ。はあ、チップだと。計算おっせ。もういい、教えてあげる。これ私とユメコの逆だから。 ユメコのチップが500万円で私のチップが3100万円ってこと。どう？そしたら計算合うっしょ。バカ言え。そんなこと。ルール説明にあったでしょ。借金額はあくまで自己申告。つまりユメコは3億1000万円の借金のうち、あえて5000万だけ申告。対して私の借金は5000万だけど、3億1000万と申告した。 あんたも嘘の申告で友達に1000万受け取らせたんでしょ。私たちも同じことをやっただけ。嘘つきはあんただけじゃなかったんだよ。今頃知り合いが私の分のお金を受け取ってるはずだよ。鈴井さん、生徒会からのお届け物です。なんだこれ。ここまでやればあとは簡単な話。 私の手元に3億1000万、ユメコに5000万のボードが来る。だからそれを交換するだけ。するとあら不思議、私とユメコのチップの額が入れ替わるってわけ。こんなに見事に騙されてくれるとはね。バカな。おい、こんなのルール違反だろ。自分のボードを自分の前に掲げなければならないというルールはありません。 おかしいだろ。2億6000万だぞ。そんな額の虚偽申告を受け入れて生徒会に何のメリットがあるんだよ。あなたの知ったことではありませんね。木渡さん、自分の枠だけで物事を判断するのはいけませんよ。人間は皆それぞれ違うのですから。許せることも許せないことも 100%あなたの意思に沿う人間なんていない。だからいいのでしょ。 ふざけんな。こんなもの認めねえぞ俺は。あなたの許可などいりません。我々は順位に従って処理するのみです。